回はですね、えげつないほど女性にモテる性格5選というお話をさせていただくんですけど、5つ目がめちゃくちゃ大事で、そしてこれ後天的に作ることができますので、今日の話もしっかり聞いていただいて、楽しみにしていただければなと思います。はい、では、えげつないほど女性にモテる性格5選、まず1つ目、ポジティブです。これ本当に大事。女性はもう常に不安なんですよ。男性が思う以上に不安を抱えている生き物なので、男性もネガティブだと引っ張られちゃう。要は危険だって思うんですよね。で、もちろんネガティブな時もあっていいんだけど、でも男性には基本的にポジティブで引っ張ってってほしいって女性は思いがちなんですね。ネガティブでモテる人って本当あんまいないからね。ネガティブが悪いわけではなくて、自分が結構ネガティブに物事を考えすぎだなって思ったら、どうやったらポジティブに考える思考を身につけることができるかなって、私は講座でそういうことめちゃくちゃやるんですけど、そっちの勉強をするっていうのもおすすめです。どんなにかっこよくたって、ネガティブな人と毎日一緒にいるのってお互い辛いじゃないですか。あなたも女性が365日ネガティブだったらきついと思うんですよね。まあ、そんな毎日はネガティブじゃなかったとしても、隣にいる女性がにっこり笑顔でいつもあなたといると幸せって言ってる方が絶対にね、嬉しいと思うんですよ。それ逆もしかりです。なのでぜひね、ポジティブのっていうのを培っていくといいかなと思います。はい、そして2つ目、楽観的。これも大事。もう女性の方が結構パニックりやすいので、あなたも一緒にパニックになってたらやっぱり不安なんですよね。女性もそれは大丈夫大丈夫なんとかなるよっていう風に根拠なくていいんですよ。女性はね、大丈夫俺がいるから、大丈夫、絶対大丈夫出てくれるだけで、あ、大丈夫かもしれないって思う人の方がほとんどなので、楽観的にね、物事を考えられるっていうのはすごく女性にとっては魅力的なんですね。なので細かく悲観的に物事を考えてしまうのであれば、それもね、どうやったら楽観的に考えることができるのかなっていう風に思考を培うっていうことをやっていくといいかなと思います。はい、そして3つ目、根が真面目。これ超大事。要はね、こんなチャラそうに見えるのに根が真面目っていうと、そのギャップだったりとか、根が真面目っていうところは安心感にもつながるので、なので根が真面目であるということはすごい大事。ただクソ真面目で真面目しかないっていうとつまらないって思われてしまうので、根が真面目な上でちょっと遊びがある、要はユーモアだったりとか、そういうね、ちょっと笑いがあるとか、そういうのは必要なんだけれども、まあ皆さん大丈夫だと思うけどね、それも大切にしていただきたいところです。はい、そして4つ目、人を選別しない。人が好きであるということですね。結構ね、イモテくんっていうのは人をね、選別してるんですよ。可愛くないからあんまり喋りたくないとか、そうやって人を選別しているから自分もされるんですね。自分がすることって人にもされるんですよ。でも顔はタイプじゃないけど性格はいいかもしれないから、人として仲良くなろうとか、そういう風にね、人を選別せずにちゃんと人として見て仲良くなろうとする人っていうのはやっぱモテるんですよね。だって自分だって嫌じゃないですか。私も顔が好みじゃないからこの人とは喋りませんとか言ったことないし、思ったこともないし、そうだから結構いろんな人と喋れるのかなって思うんですけど、喋りもしないとかって否定はしないですけど、やられるよっていうこと、自分がやられてもいいし、やられても傷つきませんっていうんだったら全然やっても OK だと思います。まあ、それは効率がいいとも言うので、私は別にどっちでもいいと思うんだけど、でもえげつないほどモテる人はそれはやらない。自分のタイプじゃなくてもいいところ見つけてお友達になればいいじゃないですか。あなたが何を目的にしているのかっていうので、自分の考え方とか変えていくといいかなと思います。はい、そして5つ目、女性を知っている、女性を研究しているです。やっぱりね、男性と女性って全然考え方が違うから、私も男性を全く知らなかった時って、なんかごめんなさいそんな風に思ってって思うこと超あるんですよ。で、私の場合は男性が周りにいなく育ってきたから、まあ、学校とかは共学だったけど、子供の時とかやっぱ周りに女性が多かったから、男性がどうとか考えたことがなかったんですね。その違いとかも分かんなかったし、だからめちゃめちゃモテなかったし
でも後天的に学ぶことによって、私が当たり前と思っていることが男性にとっては全然違ったりする、私がひどいと思ってたことがそれが男性の優しさなんだって思ったりとか本当にあるんですよ。だからすれ違う。なので女性を知るっていうことをやってる男性っていうのは、あ、これは違いだから別に気にすることじゃないね、でこれは違いだから自分はこう思うけど女性にはこう接した方がいいよねとか、例えば自分は共感できないけど女性には共感してあげた方がいいよねとか、そうやって相手が求めるものを知ってやってあげるかどうかでモテって変わってくるんですね。自分が攻略したいものなんだからそれについて一生懸命練習するっていうのは大事なんですよ。あなたが攻略したいゲームがあったら何回もやるでしょ。一回さダメになっても、あ、一回もうダメになった、もうこのゲームやらないとかってやんないじゃないですか。クリアしたかったら何度でも何度でもやるでしょ。一回しかやったことなくて一面から最後までね一度でクリアすることなんてほぼないじゃないですか。そうやって女性も自分が興味を持って、まあ、攻略っていうと言い方悪いですけど、どうやったらお付き合いできるのかって考えて、どういう作戦練ったらいいのかとか、どういう風に攻めてったらいいのかとか、ゲームなら考えるでしょ。そういう感じで女性もちゃんと知っていく、実践していく、トライしていくっていうことをやるといいと思います。はい、ではおさらいしますね。えげつないほど女性にモテる性格5選。まず1つ目、ポジティブである。2つ目、楽観的である。3つ目、目が真面目である。そして4つ目、人を差別しない、人を好きである。そして5つ目、女性を知っている、研究している。これめちゃめちゃ大事ですのでしっかり頭に入れてインストールしていただければと思います。今日はですね、女性が見ている男性のあそことはという話をさせていただきたいと思います。はい、では女性が見ている男性のあそことは、まず一つ目はですね、紳士さを見ています。紳士かどうかということを見ているということですね。例えばなんですけれども、お出かけをしたりとか、あとはお食事に行った時にドアをねこうパッて開けてくれたりとか、先にどうぞってレディーファーストをしてくれたりとか、そういうところを女性は見ています。どんな女性であったとしてもお姫様扱いされて嫌な女性って一人もいないんですよね。なのでその紳士さであること、ドアを開けるとか先にどうぞってエスコートするっていうのはとても見られているところですので、ぜひねできるように練習していただければなと思います。そして二つ目は優しさです。で、紳士さとちょっと似てるんですけれども、例えば女性が荷物をたくさん持っていて重そうにしてたとします。そういう時にお荷物持ちましょうかとか、お荷物重くないですかとか、そういう気遣いですよね。自分のことを気遣ってくれて、そして自分が助けましょうかっていう風に言ってくれるっていうことがすごい女性は嬉しいんですよね。なのでもしね荷物大丈夫ですっていう風に言われたとしても、それは女性が逆に持たせちゃ悪いなって思っているだけなので、断られるかどうかは気にしない。ただあなたが持ちましょうかっていうだけでも女性はあなたのことをすごく優しい人だなっていう風に思いますので、ぜひ声をかけるようにしてみてください。はい、そして3つ目は計画性です。女性っていうのは男性の計画性というものを無意識ですよ、意識的ではなくて無意識で判断してます。わかりやすいのが、ちょっと遠出のデートをした時にちゃんと計画を立ててくれるのかとか、何か出来事がね、ハプニングが起こった時にちゃんと対処してくれるのかとか、そういうところを見ています。っていうのも、女性っていうのはもし子供ができた時に身動きが取れない時期があったりするんですよね。そういう時に旦那さんがすかさず対応してくれて自分を守ってくれるかどうかっていうのを本能で見てるんですよ。なのでその計画性だったりとか、こう順応性だったりとか、そういうものを磨くように心がけていただければと思います。はい、そして4つ目はですね、自分への好き度合いです。要するに私のことどれくらい好きっていうことですね。
男性は先に好きになることが多いと思うんですけど、多くの女性って男性が好きになってくれて好きになるっていう方が多かったりするんですよね。なのでどれだけ自分のことを好きで、どれだけ自分のことを安心させてくれるかっていう、その情熱を結構見ています。なんかダメだったらいいですみたいな風にちょっと引き腰で来られても、あ、それぐらいしか私のこと好きじゃないのねっていう風に思われちゃうんですよ。本当にあなたがその女性のことが好きで、本当にお付き合いをしたいのであれば、ね、本当にね、心を伝えてほしいんですよ。もちろん振られたら悲しいなとか、一度振られたらなんか嫌だなって、これ以上言ったらね、こうしつこいって思われちゃうかなって思うかもしれないんですけど、でもすごい好きでっていうのをちゃんと相手目線で伝えることができれば、あなたの情熱っていうものが伝わって、そしてお付き合いにつながるってことは絶対にねありますので、引くんではなくて押す、情熱を伝えるっていうイメージが一番いいかなっていう感じでいていただければと思います。はい、そして5つ目は先端です。先端ね、例えば爪だったりとか靴だったりとか、その先っぽですね、先端を女性は結構見ています。で、爪を見るというのは生物的なものなんですね。やっぱり女性っていうのはこう触れられる側じゃないですか。夜とかはね、触れられる側なので、そのね、こう自分の中に入ってくる可能性があるものが清潔かどうかっていうものが気になるんですよね。これは本能で気になっています。例えば爪が伸びているとか、爪が黒いとか、手が汚いとかって、自分の中でね、傷がついてしまうかもしれないし、何かこう汚いからですよ、汚れが入ってしまうみたいなイメージが本能としてもうね、培われてしまっているんですね。なので先端、爪は特に綺麗にしといてください。あと靴もその人の仕事ぶりだったりとか、その細かいところ、大事なところに気を使えるかどうかっていうのも、そういうところから把握したりしますので、ぜひ爪とか靴を磨くとか、そういうのはしっかりね、見ていただいて、自分の中でケアをしていただければと思います。はい。では、おさらいしますね。女性が見ている男性のあそこ5つ。まず1つ目は紳士さを見ています。そして2つ目は優しさを見ています。そして3つ目、計画性を見ています。そして4つ目、自分への好き度合いを見ています。そして5つ目、先端を見ていますので、ぜひここね、しっかり把握していただいて、強化していただければなと思います。はい。ではですね、概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達、そして無料のオンラインサロン、クラブハウスの友達を募集してます。で、たまにね、ライブ配信やるんですけど、そちらのご案内だったりとか、あとはですね、質問等をいただければ、ポッドキャストか、あとはライブ配信で答えたりできますので、ぜひぜひ送っていただければと思います。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日ー。